今のところ共産党以外は無視してます <laughs> いよいよ山本太郎は共産党と手を組みあがってみたいなこと言うんですけど何を言ってんだと野党が力合わせてやっていかなきゃあなたの首余計しまんのに何をごたごた細かいこと言ってんだって話なんですよ今目の前で生活困窮に陥ってて 今月乗り切れなきゃ死ななきゃいけないみたいな人たちを救うのが政治だろってそうならない人たちをしっかりとサポートしていけるような現実を作るのが政治じゃないかってことなんですよ消費税は明らかに間違えた消費税は明らかにこの国の経済を壊し続けたその現実に対してしっかりと国が消費税を減税していくということを決断するためにはまず野党の勢力 これを塊にして政権交代を実現する以外ない。その時の共通政策は何かって言ったら消費税5%。まず第一歩として減税を実現する以外ないと私は思ってます。皆さん力貸してくれませんか山本太郎嫌いでもいい。そんなことははっきり言って関係ない。山本太郎以外を応援されているあなたにもしもお気に入りの政党があったとしたら、それがもしも野党だったとしたら、 お尻を叩いいいてたただきたいんですよ人々の生活分かってますかって、いつまで野党でい続けるんですかって、次に政権交代を狙わないような選挙をするんだったら、お付き合いできませんよってことをちゃんと皆さん、周りの野党勢力に、政治家に声を届けていただけませんか。 支持者以外からえ、支持者からお尻叩かれるのが一番痛いんですよ、はっきり言うと。別に支持もしてないのに文句だけ言,言いに来てるんだろう、あの人たちっていうのじゃ全然聞かないんです、クレーマー扱いされるだけ、いくら正しいことを言っても、支持者なんですけどという言葉が一番痛い。そのの人でも多くの方々から あなたが支持をされている政党があれば、声を届けていた、あ、声を届けてほしいってことなんです。力貸してください。よろしくお願いします。でね。ごめんなさい。いただいた、あの、ご質問でそのまま少し進めたいんですけれども。消費税やめた国、実際にあるんだっていうことです。マレーシア、もう重々ご存知です。選挙の時にもう言ってましたけど、口だけじゃわからないでしょうから、えっ、ー、と、少し。 スライドの方をご紹介しながら話していきたいと思います。消費税をやめた国はマレーシア。93歳になって首相に返り咲いたのがマハティールさん。マハティールさんが公約として掲げたのは、このね、マハティールさんが政権交代した時には、野党が塊になって政権取ったんですよ。野党共闘をうまくやって、そして消費税を廃止するってことで戦って政権を取ったんですよ。 マレーシアがやったんだから日本だってできないわけないだろってことだと思いません